ここは動かないからさ、これで、ね、これ力を抑えられると思います。だから心がこうして動かせますし、そのこれ力を入れようっていうのは、こっちに力を入れてもらっていく分に、はい、そこの人が力を入れたら、ね、これはもう捨てる力があるから、動くのはここだ、こことここを動くところ、動くところを動くところ、そしたら小さい力で、これタイミングを早く思い出してやる。で、今ここができたら、ここが一緒にこうなってる時に吸ってるから、スッと吐く、同時に。で、これがね、こうやって。そしたら、だんだん今どうかっていうのが、こんななっていても、こんなになっていても、こんなになっていてもできるっていう。それから、これができたら呼吸だ。この時は吸ってる。そういうのが吐く。5杯吸った方がいい。まだ、こっちで力をやろうとしてる。ここはゼロだよ、ゼロ。ゼロじゃないと回らないよ。この人から、もうそうこうする気もないから、逆でこの人。だからその分だけ、こっちが動かないと、これが動かない。この子がこの人で気もないから。で、ここ動くと、これが動くと同時に、この肩甲骨が、すごいな。もう動く、動く。だからここ、内反射です。こうなるから。ほら。こういう面だから、肩はこうだけど、こうやるけど、この取られてる部分だから。こう。ほら。もう癖ないからさ。はい。もっと速くなれば呼吸も出て、もっと速くなれば転ばなくても半分来ないかって出てくれるんで、次の回転動作をして速くなる。